栄泉高校放送研究会ミニラジオ特別版皆さんこんにちは、ミクリア海賊中島由紀です。清盛主役鈴木亮太です。息が多い。このラジオはテレビアニメオーパスカラーズを盛り上げるべく、僕たちキャストが作品の魅力をお届けするラジオ放送の特別版です。はい、今回も栄泉高校放送研究会ラジオ登録イベントの会場からお届けしてます。かっこいい系でタイトルコールしましたね。かっこよかった。いやかっこよかった。さて、もう時間ないから3回に引き続き、9月24日に行われたスペシャルイベントを振り返っていきたいと思うんですが、今回は、昼の部の朗読劇の内容を紹介したいと思います。はい、もしかしたらイベントに参加できなかったという方もいるかもしれないので、あらすじをご紹介してください。はい、あ、僕ですか。あ、だって前回アイドリング住んでると思うんでね。わかりました。ステアケーサーコンクール、はい、色なき額縁に収めるパーセプションアートと、京都ペアを組んでの作品作りが続いているカズヤ、友情に10年のブランクはあれど、もしかしたら今や名実ともに今日の真のパートナーになりつつあるのでは。しかしそんな和也の自信に水を差す存在が、果たして今日の真のパートナーの称号にふさわしいのは誰。はい、これもね、和也がちょっとキリキリ舞いしていくというお話でしたけどね。あっちこっちに走り回ってね、もう俺こそが今日のパートナーなんだっていう俺でもやっぱ印象に残ってるのは、はい、そのアーティストとグレーダーってもう作品ごとにペアが変わるんだと。はいはいはい、はい、だから もちろん決まったパートナーと、うん、作品作り続けていく人も中にはいるが、うん、基本的には自分のこのやっていく方向性、作品、プロになったら発注されたものに応えるためにこうアーティストを選んだりグレーダーを選んだりするのが、うん、まあ、一般的だし効率がいいんだ。そう、だからもともとね、今日だっていおりとね、組んでるようにしましたから、はい、うん、その辺のこう説明が、なんか結構こう唯一無二じゃないですか、このアニメで語られてたペアたちみんな、うんうん、でもこの作品が物語が進んでいったら、別のペア同士のパーセプションアートも見られるのかもしれないなっていう、なんかこう面白さもあるなっていう。確かにね、無限の可能性が秘められてましたけど、そんなイオリとカエデが会話するのがもしかして初めて、はい、あ、そうアニメなかったか。そうですね、うん、アニメではなかったか、うん、確かになんか横に梅原さんいるの新鮮だった気がしますね、うんうんうん、なんかすごい的へいたことを言われたんですよ、カエデは、うんうん、お前もなんかそのお前のその感じはいいけど、プロになるんだったらもうちょっと自分の良さも分かった方がいいぞって、ちゃんと適切なダメ出しをされるっていうのが、だからこっちもそれっぽいことを言いやがってみたいな、こうなるっていうのがね、ちゃんとした人なのかもしれないなって。そうですね、こいつらが悪いだけでね。あ、そう、ここの仲がいい、まあ、こっちが引きですから大丈夫大丈夫まあ、仲良くやっていただきたいなと思いますけどね。なんかやっぱああいう場でさ、うん、全員で喋れるっていうのは、うん、アニメのアフレコ期間中はなかったから、うん、楽しかったですね。楽しかったです、はい、というわけでミニラジオの特別版2話以上となります。次回の配信をお楽しみに。それではまたね。かっこいい。